岩谷松平岩谷松平は、薩摩国出身の実業家、政治家、岩谷紹介会,会長。別名、岩谷天狗。薩摩国薩摩郡熊野城郷東出村の向田町にて、豪子、岩谷宇之助の次男として生まれる。1858年に母と死別。1863年に父をも失った。両親同じく熱病で、長兄も失い。 家族を養うために、ここのみを作って、金材を行商して3年ほどここをしのいだ後、酒造業と七屋を営む本家、岩谷松兵衛の長女最古の無駄養子となる。明治2年に、同家の家督を継ぎ、養産業にも手を出したが、明治10年の西南戦争で家屋を焼かれたことを、景気に上京。1877年8月、東京銀座3丁目に、 薩摩物産販売店薩摩屋を開き、成功を収める。花は、霧島タバコは、国部と謳われる、薩摩の特産品のタバコも販売していた。この頃、自邸内に二十数人の愛人を囲い、男女二十一人の子を設けて、話題となった。1880年5月に、タバコ販売業、天狗屋を開業した。しかし、1881年同業者に訴えられ、 東京裁判所より、身ゲンを申し渡される。オールドゴールドなど薄来品タバコを扱っていたが、弟、右守らを米国に派遣して、紙巻タバコの製造技術を学ばせ、自身でも本格的な巻きタバコ製造に着手。1884年に、岩谷商店開業し、口付き紙巻タバコ、天狗タバコを発売。原料を巻紙に送り出す足踏み天蜜るきを、 導入し、手作業が欠かせない、口付きタバコの生産性を、飛躍的に伸ばして成功した。東京と大阪に工場を持ち、外部委託の賃巻性も採用して、大量生産体制をとった。日清戦争の際には軍にタバコを納入し、これは、後の、恩師のタバコの元となった。タバコ産業の大建物となり、東洋タバコ大王の異名を取る。店頭に、 持ち驚き税金立つた100万円、事前職工を万人と大きく書くなどして、自分の事業が国益に貢献しており、国益の親玉であるとアピールした。タバコ産業以外にも、共同運輸会社、帝国工業会社、大日本海産会社、ラムネ会社、東京食用長寿会社、東京取引所銀行などの創立に関与。1901年の長者番付では、 服部時計店創業者の服部金太郎と共に最上位となった。26新報で岩谷に対するネガティブキャンペーンが行われると、1901年に国益新聞を創刊して、それに対抗した。1901年5月から1903年6月まで東京市会議員を務める。1903年3月、第8回衆議院議員総選挙に、 東京府東京宿から出馬し、寝台技師として最高点で当選。タバコの専売性に猛反発していた岩谷だが、1903年末には自身が中心となって、タバコ関営問題全国連絡会を組織し、条件闘争に切り替えた。この頃、大倉省専売局出身の藤田健一を雇い入れ、岩谷商店の会社組織化を強化。 1904年3月、仙培法制定によって営業権を政府に奪われて、1905年11月に廃業。1906年には、宇治川電機の発起人の一人として、取締役に就任。1911年には、非前電気機動の初代社長に就任。現在の東京都渋谷区猿楽町一帯に1万3000坪の敷地を購入して、 豪壮な屋敷を構え、晩年は豚天狗を名乗って養豚業などを行いながら多くの家族と共に暮らした。70歳近くなっても景品館の一等車を借り切って美人を乗せて戯れるといった遊びもしていた。その後は不遇となり写真の入った遺牌を販売するなどしていたものの脳卒中のために半身不随となって晩年を過ごした。自邸にて脳一血で没。 猿学長の急遽跡には岩谷天狗山という地名が残っている。精妻と愛人たちに生ませた子供の総数は53人に上り、そのうち次男の岩谷次郎はベルギー大使となった。次郎の息子、岩谷光は探偵小説専門出版社、岩谷書店の創業者で探偵小説し宝石を創刊した。万の息子、岩谷厚は英会話学校。 ノバ、ジョスを経営する、ノバホールディングス株式会社の相談役によると、映画監督、山本かじ郎も、松平の孫とのことだが、詳細は不明である。なお、安倍ジョージの母方の祖母は、松平の親族にあたる。岩谷は派手な広告で事業をアピールした。岩谷は、シンボルマークとして、丸二重、イメージキャラクターとして、天狗を用いた。 またシンボルカラーとして赤を採用し赤ずくめの衣装を着て赤い馬車に乗って街中を練り歩き人々に声をかけた岩谷は自定も赤で統一しており妻の葬儀の際には赤い棺を用いたという商売的であった村井商会の村井吉兵衛も大規模な広告で対抗し白いのぼりをあげた楽隊に商品のテーマソングを演奏させて更新した 両者の広告合戦はエスカレートし、時には騒動をもたらすこともあった。また、赤い馬車に乗った岩谷に声をかけられた一人が、電通創始者の三永長星を出会った。三永はこのことがきっかけで広告に関心を持つようになったという。明治20年代後半から30年代初頭に建てられた店舗兼住宅が、東京の銀座練りタ外外の一角。 現在の銀座松屋の位置にあった。間口が46メートルに及ぶ、村地屋で2階建て、和洋折衷で一部1階の6屋根には、立派な庭園があり、夏は滝が落ちる仕掛けもあった。明治34年に作られた、宣伝家、天狗束子等生流行説でも、屋根の上にもお庭がござる、岩谷で何としよう。富士の裾野に川もある。見下ろせば、滝の音。 天狗は偉いね。手なくおっしゃいましたよと歌われた。新聞でも報じられ、大いに話題になったが屋上庭園のある建物は、明治37年には買収されて消失した。ありがとうございます。